いや、実はですね、今私はですね、ニューヨークにいるんですよ。お仕事で。これまだ発表できないお仕事、発表できないっていうかね、まあ今の時代発表できないってもなんかどうかなと思いながらも、まだこう、情報解禁になってな、ね、いお仕事でニューヨークに来てるんですけど、朝買ったホットチョコレートがすごい美味しいホットチョコレートなんですけど、これ一気に飲むのが飲めないからちょっと持って帰ってきたんですけど、冷めたらですね、チョコレートになってました。はい、チョコレートになってきましたね。もうこれチョコレートですよね、はい、ダニエルさん。これあ、ダニエルです。あのチョコレートです。あの前ホットチョコレートだったんで、まあ飲み物だったんですけど、今飲み物とあの固形物の中間ぐらいになってます。そうですね、冷静と情熱の間になってますね。はい。これ空と海との間にはとか、冷静と情熱の間にはと、ホットチョコレートと普通のチョコレートの間になってますよね、これね。これなんて言えばいいんだろう、これ。不思議な食べ物、飲み物になってます。このバリウムだったら検査楽しいな、みたいな感じ。ああ、確かに。美味しいんですけどね。美味しい。これなんて言うんだろう。溶けたチョコレート、溶けたチョコレートだよね、これね。そうですね。写真撮っておきましょうよ、これ。あ、そうしましょう。ホットチョコレートなんですけど、元ホットチョコレートです。そうですね、元ですね。表現しにくいよね、写真でもね。そうですね、固まってるみたいな。あと、まあまあ、このね、なんとこの雑然とした感じ、こんなところで撮ってるんですよっていう。これすいません、すごい散らかってて荷物がいっぱい、ね、こんなところで撮ってますよと、はい、ニューヨークの摩天楼とは違うんだけど、はい、ここでもね、16階なんですよ。16階で、なのにちょっとしかも恥ずかしいし、あんなしゃもじとカップラーメンのカップ、それがいいの、はい、カップラーメンのカップを使い回してる。もうこれちょっと器にしてるんですけど、もうニューヨークに見えないですね、これ。このしゃもじとカップラーメン、いや本当ですよね。このコントラストニューヨークに見えないですよ。こう窓際に立てかけてるしゃもじとカップラーメンの、はい、カップヌードルの空きカップをこう使い回してるっていう、はい、切なくも温かい、はいはい、いや素晴らしいですよ、そういうところが日本人っぽくて。でニューヨークなんですよ。久しぶりに来て、ああそうかって思ったんですけど、やっぱりニューヨーク、マンハッタン、ウォシュレットないんですよね。これ皆さん紙で拭くだけで街を歩いてらっしゃるんでしょ、皆さん。もうそうですよね。もうそいや、いいんだけど、普通のね、はい、普通のことだから。それはなんで、あのどこ行ってもそういう状態じゃないですか。はい。なんでもうなんかとりあえずトイレットペーパーを湿らせて、うん、チュンチュンチュンってやるようにしました。もうだから痛くて。あ、はい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 、はい、セルフウェットティッシュを作って、はい、そうです。出口の清掃をするという。そうですね。そうですよね。いや僕はね、ホテルの場合は、はい、ホテルの場合は必ずちょっとシャワーでシャーッと流して。あ、まあ、それ一番間違いないですね。うん、でもシャワーがね、こっちってノズルがシャワーヘッドがないから。そうなんですよ。今俺たちがいるこのマンハッタンのホテルなんかちょっと特にお尻をピンポイントで、ピンポイントで洗うのは不可能なんです。そうです、不可能、無理なんですよ。ちょっとこれ ご想像いただけるかあれなんですけど、出口が真上から斜めの、そうそう、頭上から打ってくるんで、もうね全部もうシャワー浴びる気持ちで行かないとダメですよね。全部脱がなきゃいけない、ね、全部脱がなきゃいけないからシャワーなんですよ、結局。お尻だけは無理なんですよ、うん、はい、大変な苦労がありましたね、この。いや、これだから日本人の、排泄物の出口はすごく清潔であると同時にすごく弱くなってますよ、大事にされすぎて。そうですね。ただ福山さん前おっしゃってた、うん、
しごくことによって強くなるっていうのトライされたっておっしゃってたじゃないですか。昔ね、はい、昔、あえて辛い思いをさせることで強くなる、その、まあ、空手家がね、あの拳を作るのに柱とか木の角材とかに藁を巻きつけて、はい、そこに何回も聖剣突きを打ちつけるわけですよ。でそれと当然皮膚が裂傷して血も出てくるし、で今度はそれを治すためにまた修復する。で治ってきたと思ったらまた殴って割ってみたいな、それを繰り返すことでだんだんこう拳が真っ平らになっていって、そうですよね、本当全然違いますよね。そうなってそうのフラットな拳でもう硬いカチカチの、でそれが排泄物の出口を強くする方法かなと思ってたら大間違いだったわけです。排泄物の出口は柔らかく柔軟性を持ってなきゃいけないわけです。硬くなればなるほど切れやすくなるんです。それもダメですね。で切れれば切れるほど硬くなって狭くなっていくんです。あで狭くなればなるほどまた切れやすくなるわけですよ。これはもう悪循環、悪循環、閉じちゃうんですよ、閉じちゃうわけ守るために人間は、はい、だからやっぱね、これ難しいところですよね。難しい、守らなきゃいけないんだけど、その清潔に保ちながら、出口を守らなきゃいけないんだけど、守りすぎたことによって今我々日本人は海外に来ると結構いろいろ大変な思いをするっていう、弱くなったんですよ。このね、もうどんどん固まっていってるホットチョコレート、もうだんだんこれ置いといたら固まるんじゃない、これ。そうなんですかね。まあじゃあ今日はこのホットチョコレートを飲みながらね、その後ちょっと途中飛びますけど、はい、ね、ニューヨーク編をお楽しみください。 I'm a 地底人 in ニューヨークということで、ダニエルさんとニューヨーク編をお届けしたいと思います。では今夜も行ってみよう。福山雅治とダニエルの地底人ラジオ、君町リクエストのコーナーです。クロイちゃんですね、香港でございます。クロイちゃん、マシャこんばんは。こんばんは。私はやっと今年の冬の大感謝祭に参加することができます。ありがとう。ライブに行く前に3回目の長崎旅行をする予定もあります。うわーすごいね、嬉しいね。2019年、マシャのおかげで長崎の五島と壱岐に行きました。今回は長崎市や雲仙や佐世保の予定を立てながらワクワクしています。毎日仕事が忙しいですが、もうじきマシャに会える、旅行できるのを思い出して辛さも疲れもすべて吹き飛んでいきました。コロナの影響でこの4年間ずっとライブも旅行もできなかった私は行き帰りました。またライブに行けるのはもう夢じゃない、実現できるんだ。しばらく会えないけどいつかまた必ず会えると信じました。会える日を楽しみにしています。光をリクエストさせていただきます。わあ、ありがとうございます。香港からね、ぜひね、会いに来てください。しかも五島とか壱岐に旅行にも行ってくれたって、ね、長崎市の雲仙や佐世保も行くってすごいな。お待ちしております。クロイちゃん、光、アメリカでのラジオセルフィーをお聞きいただく前に、まずは RKK 初ラジオ特別番組午後2時5分ちょっと一服で10月9日に放送された福山さんと総口さんによるサプライズメッセージの収録模様をお届けしちゃいます。東京渋谷のコミュニティ FM 渋谷のラジオから全国24局ネットでお届けしております地底人ラジオ。すいません、私のふるさと熊本の話題を取り上げさせてください。いやいや、何をおっしゃいますか。僕も大好き熊本。福山さんも昨年31年ぶりに足を運ばれた。いや素晴らしい、ね、最高でした熊本のライブね。でそこでほら熊本の鶴屋百貨店、はいはいはい、以前 ね福山さんがね公開収録やったっていうね。そして私の人気というものがですね、はい、ビッグバンしたとこですね。一番最初に火がついたうちの一つがもう熊本だったっていうね。いやもうそうです、もう熊本のファンの方に僕は見つけていただいたようなもんですから。なんとその福山さんを見つけた鶴屋百貨店のサテライトスタジオさんが
今年10月で50周年を迎えると。わーお、おめでとうございます。歴史ある、ね、で福山さんは90年代初頭熊本県民テレビ KKT で初のレギュラー番組サウンドスクエアの VJ やっていたという VJ、ね、VJ 福山、でその、サテライトスタジオさんに向けてちょっとメッセージをね福山さんから。はいはい、そうなんです。その50周年の、コメント依頼をいただきまして。ありがたいですね。そうなんです。その鶴屋百貨店さんのサテライトスタジオ50周年というわけで、今日は熊本の鶴屋百貨店さんのサテライトスタジオ50周年のコメントを公開収録させていただきます。ああ、そこか。やっぱりここには公開収録が似合うっていう。公開収録、公開生放送のサテスタには公開収録がよく似合う。似合うというね。というわけで熊本の鶴屋百貨店さんのサテライトスタジオからオファーをいただいたコメントを公開収録させていただきます。はい、よろしいですか。はい、福山雅治です。あ、総口昭久です。鶴屋百貨店サテライトスタジオ50周年おめでとうございます。素晴らしい。さあ、私福山、そして、総口さんはですね、はいはい、いつも地底人ラジオというラジオを、はい、やらせていただいております毎週、今日はその長い間ラジオを一緒にお付き合いしてくださってる、番組作りしてくださってる総口さんと一緒にお祝いのコメントをお送りさせていただくんですが、総口さんは僕と長年一緒にラジオをやってくれている方というだけでなく、総口さんは熊本の出身なんです。はい、もうですから、もう鶴屋百貨店さんにはもうこの間もね、田舎に帰ったんですけど、熊本に、はい、するとやっぱり母親とか、まあ妹とかね、でみんなで行くのはやっぱり鶴屋に行きました。やっぱり必ず鶴屋に行くんです。お買い物に、買い物に行ったり、まあレストランもあったりとかね、するんで。行きたいな行きたいでしょ。だって去年ほらコンサートに行かれた時に鶴屋百貨店行かれたんですもんね。行きました行きました。そっとサテスタに入りました。すごいっすね。サテスタにだってもう出演させていただいたのが、僕が何年でしたっけ、これが90年代の頭ぐらいってことみたいですけどね。91年でしょ、はい、だから本当にまだその楽曲のヒットであるとか、あとはドラマのヒットであるとか、そういったものがない時代にそのサテライトスタジオのゲストで出た時に、もうファンの方がもうたくさん来てくださったんですよ。だってそれ東京よりも全然お客さんの熱がすごかったっていう。全然だからビートルズがイギリスでブレイクする前にまずドイツで売れたみたいなもんですよ。らしいですよね。ドイツに行ったらそこでギューッとね、コピーバンドというかカバーバンドとして最初ビートルズやってたんですよね、ドイツでまず火がついたっていうね。そう、イギリス本国出身はね、ビートルズはね、イギリスのリバプール出身でございますけれども、はいはいはい、そこでバンドをね、はい、そうですね、活動始めたわけなんですけど、ドイツで最初人気が出たっていう。まあ、自分今ビートルズに例えてますけども長崎で生まれた長崎で生まれた長崎のリバプールと呼ばれているそのそうでした、浦上川のそばの稲佐というところで生まれ、稲佐で、はい、そしたらそこじゃなくて隣の、まあ、一回ちょっと東京を経由してますけども東京経由してますけども、もう東京じゃなくて、熊本で僕を見つけてくださったわけです。まあ当時その91年の頃っていうのはレギュラー番組テレビ KKT さん、はいはい、当時のね熊本県民テレビ KKT さんで、サウンドスクエアという初のレギュラー番組や、初の VJ ですよ。かっこいい。はい。もうそんな、なんでやらせていただけてたのか理由はわからないんですけども。はいはい、やっぱそのテレビに出演していた影響なんでしょうかね。もう大変なことになりました。たくさんのファンの方に、女子高生の方が多かったと思います。もう追いかけられました。まさにビートルズがやってくる、やーやーやー、ハードデイズナイトと全く同じ光景が。そんなことが起こるって想定してないから、当然マネージメント一人と僕とあとレコード会社のプロモーターの方と3人だけでしたからね、はあ、警備もないわけ、ええ、何のガードも警備もないから、もう走って
逃げました。いや、そこで一人一人丁寧に対応しなかったんですか、なんか。いや、そういう状態じゃなかったです。もうなんかさっきだってて、もう、うわーと押し寄せてきて、あ、どうも、あ、どうも、あ、どうも、みたいな、その、日本に来た時に空港で200人とか300人にずっとあのサインをし続ける、はい、あのトップガンで有名なトム・クルーズさん的なそういう対応はできなかった。一緒に写真撮るって、こう一人一人写真撮ったり。いやいやいや、もう走って逃げました。怖くて。それぐらいもう今までなかったから、初体験だったからね、うん、嬉しかったでしょ。でもうわ、俺もファンがいる。嬉しかったというか、もうパニックでしたね、僕らも。でタクシーに乗ってもう足早にその場を去っていったっていう。でも熊本で猿って言ってもそんなに猿とこないですからね。なんか信号待ちで何度も捕まりまして、その度にもう歩道からもう女子高生の方が。うわ、いやー、嬉しかったのは後から嬉しかったですけどね、実感は後から込み上げてきましたが、いや、そんな思い出の場所です。本当に生み出していただいて、見つけてくださってありがとうございます、うん。でね、去年28年ぶりに熊本でライブを開催した際に、鶴屋百貨店のスタッフの方にご案内ご協力いただき、31年ぶりにサテライトスタジオにも入らせていただきました。そして地底人ラジオを収録、くまモンの生みの親でもある小山薫堂さんにも何のオファーもせず生電話をしたら、薫堂さん普通に出てくれました。え、福山君どうしましたって、普通になんか普通に出てくれました。もう本当にいい人ですよね。ま、熊本をまさにくまモンでね、本当にもうね、大人気キャラクター作ってくれたもん、薫堂さんにね、ありがとうございますっていう。ちょうどなんか会食中でご飯中だったにもかかわらず普通に喋ってくれましたからね。いや、ありがとうございました。この間熊本に帰ったらますますくまモンがいい感じに活躍しまくってて。そうですか、すごかったですよ、はあ、もうね、熊本を盛り上げてる、盛り上げてくれるキャラクターでした本当に。そして、うん、熊本出身の総口さん、はいはい、サテスタ行ったことあります？まあ、ありますよ、もちろん。でしかもね、これが今、うん、あの放送、このコメントがね、公開してるコメントが放送されている、うん、10月9日にもね、9日です、はい、サテライトスタジオから毎日放送している RKK 熊本放送の番組を、3曲仲良く、午後2時5分ちょっと一服、これ昔からずっとやってんですよ。おー、もう始まる時には必ずツルヤラララツルヤラララツルヤラララララララって曲流れてくんですよ。はいはいハイセンスツルヤっていう、もう熊本県民だったらもう全員が歌う、みんな知ってる、ツルヤはいラララですねとかっていう、はいはいはい、そのちょっと一服として RKK ラジオ FM 熊本、熊本シティ FM の3曲同時公開生放送もされて、おめでとうございます、ね、これ今日されてるわけですね、これね。だから、まあ、福山さんもね、うん、その去年ねサテライトスタジオ行った時にちょっと軽く約束してましたけど、またサテスタに帰ってきますよっていう。帰りたい。ほら行きましょうよ、熊本が好きだ。好きだ熊本が。いや、まあ、そういうわけ伝わりますけど、好きだ熊本。いや、いいね、キャッチコピーとして、ね、コピー的にはまあ普通のコピーですけどね、まあ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 、くんどさんどうですか。いや好きだ熊本。まあ、多分そこに熊本がいるだけでもなんかそうなりますけど。そうだ京都行こう。いや、ね、いや、だからほら、この地底人ラジオもいつかね、このみな地方の皆さんとこに会いに行きたいって言ってるわけですから。もうそうやってなんか、やりましょう、凱旋しましょうよ、回ってもう、熊本に行って放送して、もう美味しいご飯食べたいです、この間帰ってもやっぱり美味しかった。もう美味しかよね、美味しか、もう本当にスーパーにも普通に綺麗な馬刺しとかも売ってるし、なんか本当にそうなの、ね、何食べても美味しかったよ、うん。でなんか町だし熊本、あ、それびっくりしてましたよね、思ったより町だったっつって。巨大アーケードなんですよ。いや知ってますよ、熊本の人全員上通り下通りね、はいはい、そうあれね、巨大アーケードすごい、 なぜかというと、はい、全天候型だから。皆さんは当たり前のように思ってるかもしれないけど、うん、あんなないですよ、なかなか日本を探しても、まあ、商店街のアーケードはもっと細いですからね、細かったりとか、めちゃくちゃ広い屋根がついてるとこって結構短かったりするから距離が、そうです、ね、あんなにね繋がってるとこないですよ。だからね、そういうのも熊本あの県民の誇りなんですよ、これやっぱりね。そしてそこにあるドーンとある鶴屋さんっていうね、そうそう、だから熊本のコンパクトでありながらちゃんとギュギュッといろんなものが全部あるんですよ、あそこ。そう、あれいいでしょ、すごかったあれ、なんか熊本よかったって言ってましたもんね、本当ね。
好きだ熊本。いやいや、あ、それどっかに採用した鶴屋さんの、はい、あのね、標語でなんかあのほら垂れ幕みたいな、好きだ熊本。もう私のもう肖像がダーン。ダーンどうした急に福山どうしたってなりますけど。いや本当に改めましてでございますけれども、鶴屋さん、鶴屋百貨店、そしてこのサテライトスタジオ50周年おめでとうございま す、ね、いつかまたサテライトスタジオ帰りたいと思っております、うん、そしてラジオをお聞きの皆様もありがとうございま す。 RKK ラジオ FM 熊本、熊本シティ FM、 本当に本日はお聞きいただきありがとうございま す。50周年おめでとうございます。福山雅治でした。総口明久でした。地底人ラジオ、ニューヨークの街につきまして、マンハッタンを見ながら移動している車中からお届けします。話は途中だったんですけど、すみません、急にジョインしちゃいました。いや、いいんです、いいんです、はい、何かっつうのは、まあ後々お話しますけども、ニューヨークに来てます。久しぶりですよ。はいはい、I'm a 九州人 in New York ですよ。九州マン in New York ですよ。マチネ以来ですかね、ニューヨーク。マチネ以来ですか。マチネの前に、ホットスポットのトランジットで寄った。だからかつはソングラインの。あ、ソングラインだ。ソングライントランジットでも一回寄ってます、はい。ソングライントランジットでも寄ってますね。ウーバーの看板っていうかすごいじゃないですか、あれ。あ、本当だ、すごい。あれは広告ですか、アドですか。あれ本社ですか。なんか嬉しいですね。ウーバーの本社。ウーバーの本社だって、なんか嬉しい。ちょっとなんだろう、この嬉しさ。あれ夜になるとウーバーの緑色になるんですか、あれ。ならないんですか。はい、タクシーの方は黒と白なんですよ。ああ、ウーバーイーツが緑なんですね。あ、そうなんですか。この隣にあるのは、これまたあのコンドミニアム。今どの辺ですか。これマンハッタンの北から入ってきたんでしたっけ。そうです、じゃあここ今のウーバーの本社があって、右のコンドミニアム、これ、どこになるんですかね。あ、ブロンクスの方。あ、こんなに経ったんですね、ブロンクスに。すっかり高級住宅街になっちゃったんですよ、この辺り。近いところはですね、やっぱり奥地に行くとまだ全然。あ、まだやっぱり一部はそういう危険な地域もあると。かなりあります、はい、あ、かなりある、はい、やっぱりね、こう、いや、なんか久々に来るとめちゃくちゃ観光気分で嬉しいですね。おい、ヤンキースタジアムだって なっちゃうね、やっぱり ね、 次から次ね、橋がいくつもかかってね、このニューヨークですね。そうですね、マンハッタン島ですよね。しかし随分久しぶりに来ましたけど、立ちましたね、いろんなものが。今から5、6年前、もっと前、17年ですかね。じゃあ7年前ぐらい、はい、6年前、7年前ぐらいですね。なんかさ、クイーンズのとこの18年ぐらいありました、はい、多分ドラマか映画かなんかの撮影をされてる時に、はい、私は朝日のコマーシャルで行ったことあるんですよ。マチネにくっついてたんです。マチネの終わりにとともに、そうです、ね、ちょうど朝日さんの撮影がありましたね。あれはその最後の作品ですか。そうかもしれないですね。そうなりますね、多分。その前のとして、その前として加藤さん、あの、皆さんとも来てる。いやー、やっぱりこのニューヨークに来て、マンハッタンに来ても変わらず不動産のことが気になるっていうのは、これはやっぱりもうこれは血なんでしょうかね。はい、しかも血に入ってますね。私は祖父が丸福不動産という不動産業を営んでおりまして、僕も子供の頃からですね、新聞の折り込みの物件を見るのが大好きで、
いまだに不動産はなんか見るのが好きなんですよね。でも到着してすぐにあのトランスレーターね、今回通訳をしてくださる方に不動産事情を聞いてましたもんね。そしたらまだまだ上がり続けていて、まだまだ建築も建築ラッシュは続いているというふうな認識でよろしいでしょうか。そうですね、はい、一度なんか頭打ちみたいになるなって言われてたんですけど、はい、全然そのまんま天井超えちゃってますね。いやまあ東京もですね、すごい高いですよ、土地もマンションも、はい、今すごい高くて、ニューヨーク、マンハッタンは、まあまあクイーンズとかあのブロンクスもあるんでしょうけど、やっぱりマンハッタンが最も高いわけですよね。そうですね、ただやっぱりブルックリンも最近はすごい人気があるので、ブルックリンの人気の地区とかはもうマンハッタンに負けないくらい、下手したらマンハッタンのちょっと不便なとこよりかは全然高いくらいの年代になってたりしますね。ちなみになんですけど、まあ、1ミリオンを一つの、まあ、境界線といいますか、1ミリオンだともう本当に狭い部屋しか買えないっていう状態ですよね。いや、1ミリオンで買えますかね。買えないですよね。そもそも1ミリオンだともうコンドミニアム売ってない。あ、コンドミニアムは絶対に買えないです。絶対に、はい、ダメらしいです。3ミリオンぐらいからですか。からですか。そしたらステューディオ買える。ステューディオって言うと大体何？ステューディオはワンルームの、いや、大きい。もうニューヨーク自体あんまりスペースがないんで。そうですよね、上に伸ばすしかないですもんね。そうなんです。なんで部屋自体はあんまり大きいところが実はあんまりなかったんですよね。いやもうこれどうなんですかね。見えますね、ニューヨークね。久しぶりだな。あ、ジョージ・ワシントン・ブリッジ。あ、ニュージャージーに向かう橋。いや、やっぱりこう都市の象徴であり、富の象徴であり、近代化の象徴でもあるんですね、やっぱりニューヨークっていうのはね。景気としてはどうなんですか。そのニューヨークは大学卒業の初任給が5000ドル、月5000ドルですけど、まあ、年間だいたい7万ドルぐらい。もっとですか。そんな子いないです。よほど優秀だったらあるんですけど、特に今ってコロナ以降すごい就職なんで、もともと日本と違ってその新卒制度みたいなのはないんですけど、こっちだともう大学卒業してすぐ就職したかったらするし、ちょっと遊びたい子たちは遊ぶしって感じなんですけど、その就職しようにも仕事があんまりないので、大学卒業後実家に戻ったりする子の方が今は多いですね。いっぱいリストラされちゃって、経験いっぱいある大人、まあ、その新卒よりも大人な方たちがみんな転職とかしてポジションとか取っちゃってるので、逆に若い子たちがその学べる場っていうのがなくて仕事がないっていうのが多いですね。じゃあもう格差社会、どんどんニューヨークにかけては広まってます、まあ、やっぱりこう都市型で都会で資本主義っていうのはそうなっちゃうってことなんですかね。エコノミストのダニエルさん。ありがとうございます、新しい肩書きを。いや、はい、投資もね、積極的にされてるじゃないですか、ダニエルさん。そんな大したもんではないですけど、ちょこちょこぐらいな感じで。まあでもそういうふうに考えると、まあ、競争社会ではあると思うんで、必然的にそうなっちゃうのかなっていうのは思いますけどね。まあ僕もね、所詮素人なんで何とも言えないですけどね、我々もね。まあ、ちょっとまあ曲でも行きましょうかね。はい。久々のニューヨークでございました、ね。
まあ、久々のニューヨークですからやっぱ僕はもうこの曲が聴きたいですね。スティング、イングリッシュマン・イン・ニューヨーク。地底人ラジオ、お送りしたのはスティングでイングリッシュマン・イン・ニューヨークでした。さあ、そんなマンハッタンから、クイーンズを抜け、今ここはサドルブルックニュージャージーですか。今もう全然通勤圏内ですよね、これね。なんとどのあたりって言ったらいいんでしょうね、これ。町田そうですね。吉祥寺とかですか。ジョージ違います。三鷹ジョージ武蔵野。今移動してなんだかんだ小1時間ぐらい移動しました。ああ、じゃあまあジョージだったり三鷹まあ国立、まあ、行き過ぎかな。多摩プラザ聖蹟桜ヶ丘。ああ、そうですね。まあいろんなこと言ってますけど、はい、三玉界隈に入ってきた感じですね。千葉でいうと船橋とかに逆に行くとね。え、東京も広いですけど、やっぱりこうマンハッタンからちょっとね橋越えて出てくるとね、ニューヨークっつったってニューヨーク州も広いっちゃ広いですからね。でもちょっと離れると緑もすごいあってね。そうですね。前記事で読んだんですけど、そのニューヨークマンハッタン、あの100万本の樹木を植樹するっていう市長が、ニューヨーク市長が言って、あの結構マンハッタンも木をたくさん植えたなんていう記事が、日本で記事を読んだんですけど、そういう木たくさん植えるなんて活動してたんですか、マンハッタン。あ、してたと思います。結構ニューヨークシティは公園とかに力を入れてるんで。あ、この記事ですね。ニューヨーク前市長のマイケル・ブルムバーグさんが2007年に市内に100万本の木を植えるという取り組みを開始しました。これは、気候変動問題に身構えるための、プロジェクトで、2030年までに100万本の木を植えるように働きかけているというようなプロジェクトだそうです。じゃあその地域に100万本の樹木を植えるっていうのはそこそこな緑化ですよね。そうですね、はい。なんか東京もね、そういう取り組みを積極的にやっていただけるとなんかいいですよね。そうですね。まあ、都心に緑あるっちゃあるんですけど、改めてニューヨークに来るとやっぱ こっちの方がなんか多い気がしますよ ね。いいプロジェクト、あの取り組みですね。緑化っていうのは大事ですよね。そうですよね。結局人生で一番長い時間を過ごすのが家だから、やっぱ人は家に思い入れも持つし、家にお金をかけちゃうんですよね。にしても高いっていう話ですよね。いや高いですよかと思うとね。アフリカの貧乏族のところはダネさん行ったんでしたっけ。貧乏族のところ僕ちょっと行ってないですね。貧乏族なんですね、はい、水がないんですよ、貧乏族が住んでるところは、はい、で全く水がないところにこう本当にこうサークルみたいな感じで囲った半径そうだな30メートルぐらいの、なんかほぼ砂漠なんですけども、あ、まあ、砂漠じゃないか、赤土のところで、はい、周り何にもないんだけど、そこにサークルで囲ってここ自分家って決めたところがこう なんかこう集落でポツポツポツってあるわけ、はい、で枯れ木みたいなのでこう日よけをした屋根を作って、それがまあ家で、水がないから洗濯をどうするかっていうと、土で作った鎌倉みたいなところに炭を焚くんですよ。で炭で焚いて炭の活性炭で、はい、汚れや雑菌や匂いを活性炭が吸収することで洗濯っていう解釈にする。そうなんですよ。そこを入れさせてもらったんですけど、はい、まあ炭の
炭の匂いになるんですけども、それが洗濯なんですよ。まあ確かに炭、あの冷蔵庫入れたりとか、なんかあの脱臭とか、なんかそういう効果あるって言いますよね。そうです、そうです。あの炭自体のちっちゃな気泡が開いてるじゃないですか。はい。あそこにこう匂いとかがこう吸収吸着される。はい。カビとかそういうの。はい。それすごい工夫ですね、やっぱその環境の中で。赤土で体洗ってらっしゃいました。あ、それやっぱ効果があるってことですもんね、その赤土で洗浄効果というか。まあ僕らみたいな免疫力では生きていけないですけど。でその屋根の上に羊の肉とかを干して、はい、干し肉にして保存食にするんですよ。あとは冷蔵庫、電気もないから、はい、当然冷蔵庫がないんで、干し肉にするか生鮮食品として鮮度を、肉の鮮度をキープするには生かしておくのが一番新鮮なんで。ただね、これ今なんでその話をしてるかっていうと、その水が全くない、そのそれはナミビアだったんですけども、アフリカの全くないというか、まあ水がほとんど出ない地域に住むヒンバ族、それとその砂漠ゾウの取材で行ったんですけど、ちょっと名前ど忘れしちゃったんですけど、その近くにある村があって、なんかどれくらいかな、200人ぐらいしか住んでないんだけど、水は地下から汲み上げた水を3日に1回配給するんですよね。で電気通ってなくって、はい、でセスナで行かなきゃいけないところなんですけども、はい、まあ、来る人は車でも来るんだけど、で夜ろうそく1本だけ持たされて、その明かりで過ごしてくださいっていうわけです、はい、で、あ、星空が綺麗なんだろうなと思って、じゃあ夜の星空とか見ていいんですかって聞いたら、外には絶対出ないでくださいと。なんでですかって聞いたら、ゾウに踏まれて死にますって。ゾウが水の匂いを嗅ぎ取って水を探しに、その溜めてある貯水のタンクをこう潰して水を飲みに来るんですって。だから絶対出ないでくださいと。ゾウに踏まれて死ぬし、あとはあのライオンとか、何がいるって言ったかな、なんかピューマかチーターかヒョウか忘れましたけど、そういう肉食の動物に襲われるんで出ないでください。ちょっと話は長くなりましたが、だけどそういうある種僕ら文明の中で生きてる私が、その電気もないろうそく一本の外に出ちゃいけない夜が最も寝れたんですよ。あ、まあここに一つの真理があるなと思ったわけですよ、はい、つまり諦めですよね。諦め、何もできない、はい、日が沈んだら寝るという、はい、人間がもともと持ってる生理的なものに合わさざるを得ないというか、はい、もう東京に住んでると、なんかやっぱりこうテレビ見ちゃったりネットつないじゃったりとかいろんなことするじゃないですか。しますね。そういうものから隔絶された時に、はい、最も深く眠れたっていう、この皮肉なね、そうですか、現実を、はい、あのマンハッタンの高層マンションといいますか、コンドミニアムのペントハウスが何十億ドルとするっていう話と、ヒンバ族のその両極端をこうつなげて考えてみてしまうわけですよ。流れてる時間は同じなんだけど、流れてる人としての幸福充実度、はい、あり方、なんて言えばいいんでしょうね。あの深い睡眠はね、なんか忘れられないですよ、僕。ヒンバ族はその当然ながらやっぱりちょっとしたこう、まあ、マットレスみたいなのはあるかもしれないですけど、その都心のこの超高級マットレスみたいなことではないわけですよね。ひょっ
多分土の上で。土の上ってことですよね。その、だからなんていうんですか、体勢とか体にとっては、その、人間がこう開発してきた、こう、テクノロジーはな、あるわけではない中で、でもそこでもやっぱこう、いい睡眠が寝れるってなると思う、なんか。結論で言うと、僕が思う結論で言うと、はい、まあ、どっちも欲しいわけですよね。はい。だけど、その、どっちも欲しいみたいなことを追求すると、事故が起こるわけですよ、はい。命ギリギリのことになっちゃうわけですよね。そうですね。ジェームス・キャメロンさんが、世界で最も深く潜れる、個人で持ってる潜水艇で、世界で最も深く潜れるのを持ってらっしゃるんだよね。らしいですよね。深海、水深6000メートルぐらいまで潜れるやつを個人で持ってる。はい。一人乗り潜水艇で世界最深部単独進行。危なくない？危ないし。一人乗り。一人乗りの。いや、ひとさん、ちょっと、一個桁が多かったです。水深 18,98.4 メーター。マジで？に、2012年に水深 18,98.4 メーターまで潜ってるらしい。マリアナ海溝？そうです。マリアナ海溝。チャレンジャー、マリアナ海溝のチャレンジャー海。それさ、はい、それうなぎに合ってんじゃない？うなぎに？だってうなぎってマリアナ海溝から来てるって説がある。そんな説あるんでしたっけ？いやいや、うなぎってどっから来てるかわかんない。あ、この前のあの、精神の時の。そう、まだ正確には分かってないって、うなぎはどこから来てる。まあ、それですよ。でもマリアナ海溝あたりから来てんじゃないかって説が。それが僕の、これ深いんですよ、めっちゃ。それキャメロンさん、うなぎに合ってるかもしれない。なるほど。もうこれ、もう何の曲かけていいかわかんない。まあとりあえず眠りということでね。シンガーソングでやった曲を思い出しましたよ。遠い旅。じゃあ一旦ね、ここで休憩しましょうかね。はい。ね。じゃあまたあの、後で回すかもしれません。後ほど。お送りしたのは、遠い旅でした。地底人ラジオ。皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。ホテルの45階の、45階一番最上階の部屋、なんですけど、ちょっと街の窓が少しだけ開くんでざっと聞いてみましょうか。まあ空調の音っていう感じですよね。閉めましたけど、いやー、ニューヨークです。久しぶりのニューヨークですね。ですね。曇ってますね今日。今日そうですね。あのすごい巨大なビルにいろいろ雲がかかっている景色ですね。あれロックフェラー？あれがそうなんすかね。あの高いやつってあれかしら。何階なんだろうあれ。ここが45階だから相当高いよあれ。ロックフェラー写真で見たらいいかなと思って。ロックフェラーこれっすね。何階？70階建て。うわっ。あのね、うん、車だと 2.5 キロで車だと18分って書いてある。そんなあるか。違ってんのかな。まあ分かんない、分かんないです分かんないですね。まあ、でもただ写真を見る限りそうですね。ロックフェラーっぽい。はい。あ、でもセントラルパークのすぐそばなんだね。ああ、そうなんですね。うん、セントラルパーク行きましたね。行きましたね。いやー、なんか急に眠気が来たな。さあ、このニューヨークで、ふつおた。はい。行きましょうか。ラジオネーム、塩豆大福ホイップバターサンドさん、27歳女性、ラジオ関西で、お聞きでございます。塩豆ホイップ、
塩豆大福、塩豆大福シロップバターサンドさん、ホイップバターサンド白豆バターサンドバターホイップサンドさん、塩豆大福ホイップバターサンドさん、コンチ星人、および、関西ラジオ関西でお聞きのあなた、コンチ星人、読ませていただきます。福山さん、総口さん、コンチ星人、コンチ星人、先日28歳の誕生日5日前に一本がっつりした白髪を発見してしまい、地味にショックを受けています。今まで黒白のまだらな白髪もどきは見つけたことがあったのですが、ちゃんとした白髪を見つけたのは初めてなので、年取ったんだなと、おしゃれ染めじゃなくて白髪染めに変わっていくんだなと若干虚しくなりました。どこに、吐き出しそうにも、友人や職場の方は年上ばかりなので、まだ20代の若造が何を言うてんねんとなるので、地底人ラジオにメールを送ろうと思いました。お二人は初めて白髪を見つけた年齢を覚えてらっしゃいますか？また年齢を重ねることを受け入れることができる術はありますかと。ズバリ言ってもいい、塩豆大福ホイップバターサンドちゃん、なくなりますよそれ。たまに一本できたやつってなんかいつの間にかなくなったりするもんなんじゃないの？一回できたら戻んないの？白髪になったら戻らないっていうのはなんか聞いたことがあるんですけど、ちょっと細かいメカニズムまでちょっとはっきりしてないですけど、一本だけだったら抜き続けたらいいんじゃないですか？なんか抜くとダメだっていう説もないですか？抜くと増えるとか抜くとダメだってあるけど、はい、一本だけだったらいいんじゃないですか？一本だけだったらもう根元からチョキンって切っちゃえば、まあまあ切るかまあ抜くかまあ、はい、まあ別にそんな、まあ見える範囲だったら抜いていいんじゃないですか？まあ、あとね、僕ね白髪は割と若い時からあったよ、ちょこちょこ。そうっすね、結構もう、まあ、最初は確かに気になったかもしれないんですけど、うん、まあ、そのうちあって当たり前のものになってきて。あれ何が飛んでるの？あ、なんか飛んでますね。ちょっと撮って、携帯で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 撮って、なんだなんだ、携帯で撮って、あれ何何何何が飛んでんの？なんだこれ、なんだこれ、何飛んでんのあれ？クローバー、クローバー、クローバー、クロ、なんか風船みたいな感じ。風船がしぼんでんのかな、このニューヨークの街で飛んでんのあれ、何あれ、なんすかね。あー、言えないこれ。はいはい、いや、もう、はい、撮ったものやってみましょうよ。な、何飛んでました？なんだよ、あ、もう UFO ニューヨークの街でちょっとこれ、アップ、あ、もうどう見ても UFO ですよそれ未確認飛行物体がこれアップしましょうよこれ、はい、ニューヨークの街で撮ったよと。すごい、これぼやけた感じがまたなんか UFO 感あるね。 UFO 感、一応ちょっとこう街並みからの、もっと寄ってみると、寄ってみると、お、なんだなんだなんだ、UFO だ、UFO。UFO 見つけましたね。見つけたね。さあ、そんなね、あの UFO 見つけてはしゃいでる、白髪があったって UFO 見つけたってはしゃぐぐらいですから、我々中年は。そうですね。だから別に、別に白髪があろうがなかろうがですね、もう、はしゃいじゃいますよ。しかしこのなんかさ、摩天楼高いらしいね、ニューヨークっていうのは。不動産がどうも恐ろしいことになってるらしいですね。そう考えるとだよ、一部屋なんだこう1億円だとステューディオも買えないっつってたからさ。はい、言ってましたね。うん、ステューディオって こんな感じってことですか？そうじゃない、まあワンルームってことでしょこれ。ちょっとよく分かってませんけど、はい、そう考えるといくらよこれ、この金額、この町の金額、合計。やばいっすね、さすが世界一の、なんですか、この、まあ、町ですよね、世界一のビッグシティ、まあ誰もが夢を叶えたくてやってくるこのニューヨークシティ、そしてそのほとんどが、まあ、夢が叶わずね、帰っていくんでしょうけど、またあそこにもほらな、工事中のあのあれ細いの立ってるよ。細いっすけど細くない？確かに、いくら自信がないからっつってもさ、あんな細いの立てるかね。そうですよね。でもこうやって上から45階から見るとなんかちょこちょここうペントハウス的なのが見えてさ。見えますね。なんかなんだ、純白のメルセデスプール付きのマンション、はい、最高の女と
ベッドでドンペリニオン。あそことかすごい良さそうっすけどね。あ、ペントハウス。なんかちょこちょこあんのよ、ペントハウスが。グリーンがさ、グリーンで、グリーンがあるペントハウスが上から見るとちょこちょこあんのよ。まあそんなね、いろんなこうニューヨークの街並み、たくさんの人が住んで、一体どれだけの金と欲望と野心と絶望、失望、喜び、悲しみが渦巻いてうごめいてるのかと考えると、白髪の一本ぐらいいいじゃないですか。俺たちから見るとなんか逆にチャーミングだよね。もう非常にそう思います。まあまあ27歳とかに27歳、全然むしろ色っぽいよ。はい、そうです、ね、じゃあ一曲いきましょうか。はいね、そうだな、白髪の歌ないな。白髪の歌ないけど、母ちゃんやばあちゃんの白髪を見て、ああなんか苦労して俺を育ててくれたんだなとかって思う瞬間っていうのはあるもんですよ。お、これニューヨークっぽい音じゃない？ニューヨークっぽい音じゃない？お、確かに。おお、なんか。まあ別に東京でもあるからね。音の鳴り方が違うだけで別に東京にもある、これね。昭和やったね。地底人ラジオ。お送りしたのは福山雅治でアルバムヒューマンから昭和やったねでした。さあエンディングです。今ホテルの中なんですよ、そのニューヨークのマンハッタンの、まあ、ど真ん中ですよね、まあ、45階建てのホテルのお部屋の中で収録してるんですけれども、まあ、今ここが16階ダニエルさんの部屋で、で僕45階の部屋なんですけど、そう聞くとなんかまるでペントハウスでね、すごい広いお部屋を想像すると思いますけど、一緒です。ほぼ一緒で、まあ3平米ぐらい広い感じ。もうちょっとですよ本当に。まあまあ変わんなくて、でその高層ビルから撮ってるんですけど、でセントラルパークもこの前行ったんですけれども、ペンシルビル、ペンシルビルって言っちゃ失礼なのかな、でもワンフロア一番安いお部屋で300平米で、9ミリオンって言ってたから、まあ9で換算、だいたい9で換算すると日本円に換算して14-15億円という感じですね。で一番高いペントハウスが50ミリオンとかでしたっけ。このサイトがちょっとどこまで信憑性があったかですけど、まあね、そこにはそう書いてありましたね。まあね、その売り出された当時の価格かもしれないんで、もっと価格が今は上がってるかもしれませんが、まあ50ミリオンっていうことで言うと、お、約80億円ですよね。高い。ねえ、背も高ければ値段も高い。どう？80億円が買える人になったとしてさ、ダニエルさんがさ、はい、80億円のペントハウスが買える人になったとして、それいくら持ってる人か分かんないけど、例えば1000億ありますと、はい、現金で、現金で、はい、キャッシュだよ、資金、貯金だよ、はい、資産じゃなくて、はい、やれね、まあ、それこそ不動産や有価証券や金融商品を含めての総資産として、株とかも含めて総資産として1000億円という人は日本にもいらっしゃるかもしれませんけど、割とキャッシュで1000億円持ってるとして、じゃあ1000億円持ってるとして、ニューヨークのあの細っこいペンシルビルのコンドミニアム最上階のペントハウス80億円で買うんですか。だいたい資産の10分の1強ですよ。例えばですよ、はい、ハワイなんかでも、はい、オーシャンフロントでここいいよねっていうところだと、まあ、10億とか15億とか20億ぐらい、はいはい、そっちとニューヨークだとどっちか。あー、ハワイですねだよね、ハワイの方がいいよね、はい、ハワイの方がいいっす、ね、はい、このホテルが45階だけどもっと高いよね、あれ70何階でしょ。なんかまあこれはまあたらればの話だし、なんかね、
ビューってのがあったんで、したらこんなんです、うん、ビューはまあそうだけど、これ海見えちゃってんじゃん。あ、海じゃないのか。海じゃないですか。海なのかな、これ。これも全部、確かにいい景色だな、いい景色だけど、ちょっと背が高すぎるな。もう少し低くていいですね。いや、もうちょっと低くて、そう、グリーンちょっと、もうちょっと感じたいな、セントラルパークの。まあでもそれはまあ、それが買えない人がやいのやいの言っても、なんですかね。お願いします。え、僕ですか、はい、まあ僕はまあ、買えないことはないかも、かも、かもしれないけど。でも買わないかな。そんな、ニューヨークからお届けしてきました。またちょっとこぼれ話なんかはね、来週にもなるかもしれないけど、お知らせです。現在放送中の日本生命テレビ CM あなたの街で編及び私の思い編にて新インストゥルメンタル私作曲させていただきました楽曲が使用開始となりました。ありがとうございます。楽曲タイトルは Walking with you でございます。さらにこちらの楽曲に込めた思いを語るウェブムービースペシャルメッセージ Walking with you が日本生命ホームページ及び日本生命公式 YouTube チャンネルで配信中でございます。よろしくお願いします。もうこれね、改めて今度ちょっと機会があればガッドギターで作曲したんですけど、ご説明したいんですけど、結構簡単なんですよ。そんなに難しくないんですよ。これみんなできると思う、ギターやってる人だったら。ですか。うん、割とできると思う。だからこそなんかいいかなと思ったんですよ。こう弾きやすいんで。あ、結構ね、コピーしやすいと思いますよ。ですか。うん、10月12日から配信開始しておりますので、ウェブムービーの方は12月8日公開の映画あの花が咲く丘で君とまた出会えたら、こちら主題歌担当させていただいております。ぜひ楽しみにしていてください。予告編とかね、 TikTok 等々 YouTube 等々でも聞くことができます。映画も素晴らしいですよ。素敵ですよ。でね、今絶賛公開中、アントニオ猪木を探して、猪木さんのドキュメンタリー映画でございますけど、ご覧になってくださった方からですね、メールが届いております。私ナレーションとエンディングテーマ主題歌を担当させていただいてるんですけれども、早速見に行ってくださった方からメール届いてますよ。愛知県岡崎市の CBC ラジオでお聞きのマリコちゃんからです。 CBC ラジオでお聞きのあなた、コンチ星人、マリコちゃんもコンチ星人、映画アントニオ猪木を探して早速拝見しました。私は今年30歳になるので猪木さんの活躍をリアルタイムで存じ上げません。失礼を承知で言わせていただくと、今までは 1,2,3 ダーの人、ビンタで気合を入れる人という何とも漠然としたイメージしかありませんでした。いや、そうですよね。しかしこの映画を見終わる頃にはすっかり猪木さんの虜になっている自分がいました。現役引退後にもかかわらず、そして亡くなられてからも今もなお、こんなにも老若男女を問わず人を魅了するのかと不思議に思っていましたが、その理由をスクリーンを通じて肌で感じました。こんなにもヒーローという言葉がふさわしい方が猪木さん以外にいるでしょうか。猪木さんが発する言葉はまっすぐで情熱があり、魂がこもっているからこそ一人一人の心に刺さり、他の人だと戸惑ってしまい、やらないやれないことを平然とやってしまう行動力は唯一無二です。リング上はもちろんですが、リング外でもその一挙一動がまるで技のような、とにかく何事に対しても熱量が桁違いで、これ特別な人なんだと、だからこそこんなにも人を引きつけるのだなと思いました。2時間の映画を見ただけで、リアルタイムの世代ではない私が猪木さんの映画に引き込まれて抜け出せずにいるので、当時の世代の方にとっては最高の映画なんだろうなと思います。マシャのナレーションはもちろんですが、エンドロールで流れる炎のファイターは思わず手で拳を作って自分の膝を軽く叩いてしまうほど痺れました。若い世代の方にこそぜひ見てもらいたい映画です。一緒にボンバイエしましょう。一緒にボンバイエしましょう。一緒にやっちまえしましょう。ありがとうございます、マリコちゃんね。そんなね、猪木さんの映画ぜひご覧になってください。
試合の方もね、本当もっともっとたくさん見ていただきたいですね。猪木さんがやられてたプロレス、そして異種格闘技戦の試合の数々ね、見ていただきたいですね。もう語ると止まらないんで、今日もここまでにしておきますが、まあ、本当にイノベーターですよ、猪木さんは。もうプロレスを変えてきた人、格闘技を変えてきた人、進化させてきた人です。映画アントニオ猪木を探して、こちら絶賛公開中です。ぜひご覧になってください。さあ、今週はこの辺りですかね。来週またちょっとこぼれ話的にニューヨーク話があるかもしれませんが、はい。まあちょっと弾丸とまでは言わないですけども、5泊ぐらい。この旅全体で3、4。あの飛行機は抜いてね。はい。6。6泊してますか。ですね。はい、今日この後、ディナー行って泊まって。明日飛行機で戻りますけど、そうですね、6泊です。なんかさ、こう人によってはさ、夏休みは1ヶ月間ハワイにいましたなんて方もいらっしゃるじゃない。はい、そういうことした方がいいんじゃない、僕らも人生のエンジョイの仕方として。そうなんですけど、でも1ヶ月ハワイで何したらいいかとちょっと悩んでます。 Oh no 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 hey あれダメですか、 hey boy、 答えましょうか。何もしないんです。なんかしようとするから、はい、何もしないんです。ただ食ってぼやっとして食って寝るだけです。ちょびっと酒飲んで、たまに海にチャプッと入って、もうなんか毎日野菜とか、もうお肉はもうたまにでいいんですよ。なんか地元の野菜とか食べて、なんかお魚とか体に優しいもの食べて、油も取りすぎず、もうだらーっとするんですよ。なんすか、やってみたいっす。やってみたいっすね。はい、まあ、ニューヨークでもこう、せわしなく動くというよりは、もうだらーっとこうね、摩天楼のこの、今日はまあ、雨も降ってるんで、霞んでますけど、はい、この霞んだニューヨークを見る時もあれば、晴れたニューヨークを見る時もあれば、いくつもの夢と希望と栄光と挫折と成功と失敗と希望と失望と生と死とうごめく渦巻くニューヨークからお届けしてまいりました四天神ラジオ。お相手はダニエルと福山雅治で R でした。ではまた来週、セームタイム、セームチャンネルでお会いしましょう。バイバイク。